鳥取市ケタカ巡回バスとは、鳥取県鳥取市ケ高町、六野町で運行するコミュニティバス。自家用自動車による有償運送である。運行は翼運輸に委託されている。浜村駅を起点とする4路線6ルートが運行されている。鳥取市のケ高町、六野町地域では路線バスの空白地域があったため、鳥取市が中心となり、 循環バスの設定を行った。なお、土曜日、日曜日知識費及び、年末年始は運休となる。料金は均一制で、大人200円、幼児は無料。ときめき号の車両、自家用有償旅客運送機構循環バス、木ぬみバスの更新登録について、平成23年度第1回、鳥取市生活交通会議を開催しました。 案件5、川中へ公選の廃止について、鳥取市役所都市整備部交通政策課、2018年9月30日閲覧。案件6、鳥取市有償運送の路線新設変更について、鳥取市役所都市整備部交通政策課、2018年9月30日閲覧。鳥取市の公共交通の維持、確保に関する連携協定を締結しました。 鳥取市役所都市整備部交通政策課。2020年3月28日閲覧。AB、令和元年度第4回、桁課地域振興会議レジュメ。鳥取市役所桁課町総合支所地域振興課。2020年3月28日閲覧。ありがとうございます。